い、皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。みやんじゅーということで、今日は旬のさつまいもを使って蒸し器不要フライパンでお手軽簡単美味しい鬼まんじゅうを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。さつまいも 200g を1センチ角ほどの大きさに切ります。切り終えたら10分ほど水にさらしてアク抜きします。はい、では10分経ってアク抜きを終えたので、ざるにあけて水気をしっかりと切ります。水気を切ったらボウルに入れ、砂糖を 40g を入れ、全体に砂糖が行き渡るまでよく混ぜます。はい、では全体に砂糖が行き渡ったら、さつまいもの水分が出てくるまで20分ほど置いておきます。はい、では今20分置いて、このような感じでさつまいもから水分が出てきたら、薄力粉 60g を入れ混ぜ合わせます。はい、では全体を混ぜ合わせて粉っぽさがなくなるたら OK です。で、少しこのさつまいもの水分量によって粉っぽさが消えてなかったり、うまくまとまらない、ゆるさが足りない場合は水を調節して足してみてください。うまく薄力粉がつなぎになって、お芋とお芋がくっつくくらいの感じで OK です。混ぜ合わせたらスプーンですくってグラシンカップの中に入れていきます。今回はグラシンカップ使ってるんですけど、ない場合はクッキングシートを10センチ正方形ほどに切って上に乗せていただくか、お弁当用のね、耐熱のアルミのカップなど使って代用して作ってみてください。食材をカップに入れたらお皿の上に並べます。お皿の上に並べたら、フライパンに小皿を置いて水を入れ、小皿の上にお皿を置きます。はい、ではお皿を入れたら強火で加熱し沸騰させます。はい、では沸騰し始めたら弱めの中火にして蓋をして15分加熱します。途中で水が少なくなった場合はフライパンの縁から水を出して作ってください。はい、では15分加熱したら完成なので、やけどに気をつけながら取り出します。はい、では取り出したら、温かい状態だとクッキングシートやグラシンカップ取り外しにくいので、粗熱が取れてきたらクッキングシート剥がしながら食べてみてください。ではこんな感じで蒸し器不要フライパンで簡単美味しい鬼まんじゅうの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は旬のさつまいもをたっぷり使って蒸し器不要でお手軽簡単に美味しく作れる鬼まんじゅうを作ってみました。それでは本日は麦茶で乾杯。乾杯。くーちゃ。じゃあ早速いただきましょう。まあ、私岐阜に住んでいて、東海地方といったら結構鬼まんじゅうってめちゃの食べ物なんですけど、フライパンでお手軽簡単に美味しく作れる鬼まんじゅうを作ってみました。冷めてくるとこんな感じでね、ペロンと生地剥がれてくるので、粗熱取れたらクッキングシートとかこのね、グラシンカップ外して食べてみてください。じゃあいただきます。うん、お札めっちゃうま。アク抜きしたさつまいもに砂糖をまぶすことで、さつまいもの水分が出てくるので、その水分をうまく使いつつ、剥がれ粉を入れて合わせることにより、全体がまとまり、綺麗に仕上がります。
さつまいもは1センチ角程度の大きさに切ることで全体がまとまりやすく、鬼まんじゅうって皮をね、むいちゃってるレシピも結構あるんですけど、皮まで美味しく食べられるので、そのまま使うことによって無駄なく美味しく食べられます。でちょっとこの皮の紫が入るといろんなアクセントにもなって綺麗に仕上がるので、我が家はこう鬼まんじゅうって言ったら皮付きっていうイメージがあるんですけど、皮も一緒に美味しく食べられるレシピになってます。薄力粉を入れた後に混ぜるときに、多少さつまいもの種類によって水分量変わってくることがあるので、粉っぽさがなくならなかったり、ちょっとこうまとまりが悪いときは水を足して調節して作ってみてください。ちょっとあんまり緩すぎると蒸した後に全体がベタっとなってしまうので、ちょっとこう粘度があるというか、全体がねまとまってくる程度に水を調節して足してみてください。蒸す際も蒸しがなくてもフライパンとお皿があれば作ることができ、今回私はねマフィンをよく焼くのでグラシンカップ使ったんですけど、こういうカップを使っていただいたり、クッキングシートを使ったり、ご自宅にある手軽なものを使って作ってみてください。でしっかり蒸してさつまいもの中までしっかり火が通りつつ、甘みの際立ったホクッとしたさつまいもがとても美味しいです。で今回ちょっとね小ぶりのミニサイズにしてあるので、ちょっとおやつが食べたいなって時にもちょうどいい大きさになってます。鬼まんじゅうって調理時間はちょっとこう置いたりとか時間かかるところはあるんですけど、工程自体はすごく簡単なので、水分量だけ少しね気にしながら作っていただければ失敗なく美味しく作れるレシピになってます。東海地方は本当鬼まんじゅうってかなりねスーパーとか和菓子屋とか行くと普通に売ってるんでメジャーな食べ物なんですけど、なんか食べ出すと止まらなくなる美味しさです。旬のさつまいも美味しく食べられるので、ご自宅にたっぷりこうさつまいもがある方にもおすすめのレシピになってます。はい、ということで今日は蒸し器不要、フライパンでお手軽簡単美味しい鬼まんじゅうを作ってみた動画でした。甘みが際立ったたっぷりのさつまいもが美味しく、蒸し器不要、フライパンでお手軽簡単に美味しく作れるレシピです。これからどんどんさつまいもが美味しくなってくる季節で、さつまいもをたっぷり消費したい方にもおすすめのレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ。お札麦茶か緑茶か牛乳飲みたい。